はい、みなさんこんにちは。今回はですね、こちらドラゴンボールヒーローズのメテオミッション2弾の、まあ、キャンペーンカードの、まあ、高画質バージョンが出てたんで、そちら見ていこうかなと思います。まあ、ちょっとね、結構物議を醸してるんだよ今。アイキャッチ CP と、あと悟空が歩いてるやつ、エンディングになったね。まあ、その2つで見ていこうかなと思います。まずこちらがアイキャッチ CP の、まああれですね、カードで、まあ結構良さそうだけど、なんかこう高画質で見るとちょっとなんかあれだよね。悪くはないんだけど、言語化はむずいんだけどさ、なんか絵が綺麗すぎるというか、なんかもうちょっとなんか昔っぽい作画でやってほしかったな感がちょっとある。なんか今っぽいよね本当に。まあ別に悪くはないんだけどね、今の感じでリメイクみたいな感じで悪くないんだけど、いやなんかもうちょっとなんか古っぽい感じのにしてほしかったな感はちょっとあるね。なんか前回のアイキャッチ CP がマジでさ良すぎたんだよね実際。お前がナンバーワンだ。なんか本当当時の感じすごいですけど、これなんかちょっとつるっ、なんだろう、テカテカしてる、なんだろうな、むずいんだけど、なんか今っぽい感じのね作画というかツヤツヤ感みたいなの出てるからちょっと気になるなーって感じだけど、まあこっちは全然ね別に、まあ出たら多分売らないですね俺は。1枚も売らずに多分保存してると思います。俺ね、前回出たアイキャッチもね、まあ初期傷あったやつ以外は全部コレクションしてますからね。でこちらね、今物議を醸してるいいね数がすごい差があるんだけど、まあこれめっちゃいいと思った俺。悟空少年期はすごいいいと思ってよこれ。うん、全然違和感ないし可愛いしね。でこれそう、通常形態もいいと思うんだよねこれ。なんか本当になんか、なんだろう、優しい感じの悟空の顔が出てるしね、歩いてる感じもあるし、いやすごいいいなと思った。うん、この2つはマジで大満足だね。問題がね、まずこれスーパー戦士、まあ、悪くないだけどさ、なんだろう、なんかちょっと顔変じゃないっていうね。なんだろうね、なんかバランスが変な感じが少しある。いやまあ残念だよねちょっと。ちょっと残念だ、ね、まあでもまあまあまあ別に遠目から見れば全然問題ない。遠目から見ればっていう言葉自体がちょっとあれなんだけどさ、まあ別にいいんだよ。これなんだよね、これがマジでさ、ええー、と思ったもん。なんかカクカクしてないっていう。すごい、なんだろうこれ、歩いてる感じしないんだよねマジで。なんか武空術でさ、下からスーって出てきた感じ。いやーちょっとこれ残念だね。うん、悪、なんだろう、なんかちょっと違うよね。若干誰っていう、マジ若干誰なんですかっていう感じだけど、なんかこっちはすごいんだよ。この少年悟空いいし、この青年悟空もめちゃめちゃいいんだよ。俺とかこれ見た時さ、おすげえいいじゃんいいじゃんと思ってさ、3枚目からあれなんか風向き変わったけど、まあ別にこんな感じかと思って4枚目行ったら知らない人が出てきた。知らない人が出てきた。いやーちょっと残念だねこれは。でしかもさ、この構図のキャンペーンはもう出ないでしょ絶対。UR とかはさ、ほら、デジット一回出してもう一回出すみたいなできたけど、これ出せないよね、絶対に。いやー、ちょっと悲しいね、これは。で、リプランはどうなってんだろう、今。これ、ひどすぎやろ、これ。辛辣すぎじゃない、さすがに。あれ、比較ね。あ、まあほらね、やっぱこう、なんかね、やっぱこう、少年国が結構いいよね。で、青年国も、どっちかといえばこのヒーローズの絵の方が好きだな、これね。ここ、まあなんか、なんだろう、似せたのはわかるんだけどさ。いや、なんか違うじゃん。似せたのはわかるよ、すごい。似てるのはわかる。なんか本当にこの、目の離れてる感じとかね、この髪の感じとか似せてくれたのはすごいありがたいんだけど、なんか違うんだよ。何かが違う。で、こうね。いやまあ、フォーもね、似せてくれたんだと思うんだよ、多分。なんかちょっとさ、いや、多分この、そう、このアニメの作画もちょっとね、カード化するのむずいけど、むずいんだけどさ、なんかもうちょっと頑張ってほしかった。ね、なんかまあ、こんな感じね。まあ、まあ、賛否の P が、8割占めてるね。で、引用も。まあ、あれだね。賛否の P だね。
いやー残念だね。いや俺何が残念かってね、いいんだよこれ UR だったらいいんだよ。 UR でこの悟空1枚だけとかだったら、あ違うこっちね、こっちの悟空1枚だけだとかだったらさ、ワンチャンリメイクあるかなと思ったけど、もうキャンペーンだからもうないよね多分。いやーちょっとね、俺しかもあの当たるとすげーぞの GT も正直あんま気に入ってないんだよね俺あれなんか悟空 GT の顔変じゃなかったあれ。そうだからちょっとなんか次の段でもなんかなんだっけ DA のパラレルがあるみたいなの聞いたから、ちょっとそれ期待してるけど、いやまあまあまあちょっとね悲しいけどしょうがないね。うん、最近あのドラゴンボールの新しいカードゲームも出るから多分忙しいんだろうね、上手い人が上手い人というかあのみんなに万人受けするような絵の描く人が多分忙しいんだろう、まあ、だからこういう人が描くのはまあこういうこういう人ってのはちょっとあれだな、ド素人からしたらめちゃめちゃ失礼だろうな。まあちょっとまあうん、まあしょうがないね。まあこの悟空2体好きなんで集めますよちゃんとといった感じでも今回ね終わりにしたいと思います。まあ皆さんもねまあうんうんしょうがないよ、ドラゴンボールというねもう絵師が少ないから、少なくはないんだろうけどコンテンツのね広げ方に比べて絵師が少ないからねしょうがないわ。うん、まあそこも妥協するしかない、といった感じで終わりにしたいと思います。ではまた。